私、松川類だってね、ロシアからの入国禁止対象者リスト63人の中の14度目です、まあ、めっちゃ選ばれたくありますからね。高市早苗、佐藤正久、松川類ですから。なんで女の人やからベストが60以下でないんだから誰が決めたんや。人口の半分は女性なんですから、その代弁者である議員も半分は女性であるべきだと私は考えます。なんとね、フィンランドって、ね、あの連立政権に5つの党が、5つの党の党首がなんと全員女性なんです。どうしてもこの形なんてダメなのかなっていう。皆様こんにちは。私は大阪府連私は本部長の松川るいでございます。女性の力で政治を変える、これがこの女性の力私はの目指すところであります。もうね、私はね、女性が人口の半分いて女性が政治家になるとめっちゃいいことがたくさんある、身をもって私は思ってます。この6年私が7歳と2歳の子供を子育てして、そして今その子たちが中学2年生と小学3年生になりました。女性だからって子育てとかね、そういうことだけやる必要ないんですよ。私松川類だってね、ロシアからの入国禁止対象者リスト63人の中の14度目です、まあ、めっちゃ選ばれたくありますからね。高市早苗、佐藤正久、松川類ですから。ということで女性は国の守りにも力を入れることができるということでありますから、あらゆる分野皆さんの力でぜひ今日議論して変えてください。ありがとうございました。マリンが来て、うん、で東大で講演されたんですって、うん、なんで東大だけで講演するの。まあまあまあ、まあ、でもね、東大出身最高学部ですね。あ、そうですね、最高学部やね、大学出身大学じゃんけん、年が年が、うん、私のことは言いなさい。若くて綺麗だ。そうそうそう。まあでも政治家が若くて綺麗じゃないと赤のかと私は言った。いや十分ですよ。いや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 。皆さんそうですよね。いやいやいや、はい、そうですよね。オーナーから言っていつも若くて美しくなければならない。もう十分美しいですよね。なんか文句ある？いう感じですよね。思いません。そんなんなんで女の人やからベストが60以下でないんだから誰が決めたんや。誰が決めたんや。25歳以下の女がちかあのビスコに出られへんって誰が決めたんや。なんで未婚の女性、一回結婚して離婚した人はどうなるわけ。今日そんな話するつもりやなかったんやけど。ほっといてよ、私のウエストが90あろうがどうしようか。何の迷惑かけるわけ。今わざわざあのロシアの隣のフィンランドの首相だけど、大ちゃんやっぱりね、マリンさんやから決断したんやと思う。そうですよね、やっぱ女性の決断力と思う。早いね、早いと思う。もし男性首相やったら2、3年かかってるかもわからへんね。そのうちに攻め入れられてるなんね。ほんとほんと。だけどね、皆さん、えらいことやけど、やっぱりああいうところ、世界ではもう当たり前のように女性の国家代表がいるということでね、どう思います？日本はね、女性総理が生まれるまであと1万年かかるって言われてるんです、ある調査が。1万年生きてられへん。私らもしましたね。なんか後ろで言うてるから、ちょっと見られる。皆さん、さっきの挨拶で言うべきことだったなと、今あのタエちゃんとリちゃんの話を聞いて思っておりました。サンダマリンさんと私、あの日フィンランド議連の事務局長なんで結構長く意見交換させてもらったんですよ。森雅子、前回来ていただいた森雅子補佐官が実は日フィンランド議連の会長でね、で、まあ、一緒にその時にまさに NATO 加盟をフィンランドが決めた日、 NATO はフィンランド長らく中立を政策とってたんですけど、今回のウクライナ侵略を受けて中立ではなくてもう NATO に加盟をすると、で 76% の国民も支持してるからっていう話と、それもすごい決断ですよね。もう一つがなんとね、フィンランドってあの連立政権なんですよ。5つの党があって、ね、5つの党の党首がなんと全員女性なんですよ。そのうちのまだあるんですよ、5人中4人は30代なんです。みんな子育て中、サンダマリンさん自身も4歳のお嬢さん子育て中で、出生率が上がったらしいです。なぜかというと、首相から全員その4人は閣僚やってるんですよ。閣内に入るんですね、連立組んで。だから言ってみればフィンランド国民は首相がサンダマリンさんで34歳かな、女性首相で
よ、6やったもん、まあ、とにかく大臣が4人子育て中の女性なんですよ。だからそれだけの激務やってる人が普通に子育てできるやん、素晴らしいことだと。それでね、出生率が上がったらしいです。もう一つはね、まあ、これ話すと長いんですけど、もう一つだけ皆さんにお伝えしたい、やっぱり言ってしまう幼児教育を、質の高い幼児教育を全ての日本の子どもたちにっていうのを私の政策に掲げてるんですけど、フィンランドの中では保育園はただ子どもを預けるところじゃないんですよ、教育課程の中に位置づけられてるんですよ。しかもサンナ・マリンさん首相ですよ。でもたったの2万円らしいです、月その保育園というか保育学校ということ。やっぱりね、女性が政治家やってトップリーダーになるといいことがいっぱいあるということを私は感じたわけであります。ということで、まあだけどね、あのしんどいしんどいって阻む壁はいっぱいあるかもしれないけど、皆さんやっぱりね、女性が元気で本当にタフで男性も楽しくやろうと思ったらジェンダー平等よね。そうですね、うん、政治分野における男女共同参画の推進は政治に的確に民意を反映させる観点から極めて重要です。なぜならば、我が国の人口の 51.4%、 有権者の 51.7%、 半分は女性が占めているんです。人口の半分は女性なのですから、その代弁者である議員も半分は女性であるべきだと私は考えます。しかしながら、衆議院議員に占める女性の割合は 9.9%、 参議院議員に占める女性の割合は 23.0%、ましてや地方議員の女性の割合となるとさらに低く、政治的意思決定過程に女性が非常に少ないこと自体大変な問題になるという意識を今一度共有させていただきたいと思います。ハラスメントは男女関係なく被害者になれますが、マタハラなど女性だからこそ受けるハラスメントもあります。それらを根絶することが女性候補者を増やす大きな方策となります。マスク生活の中でやっぱり日本とジャンプで文化があるじゃないですか。もうちょっとこう広い広場みたいなのがあれば、まあ、そのやっぱり人と感染がしづらくなるので、もうちょっとそういう場所を作っていければいいんじゃないかなって思います。